はい、どうもこんにちは、森本です。今回ですね、僕たち整備士が使っているこの、電圧を測定する、テスター、こちらの使い方とかあると便利な道具とか、そういうのを紹介していきたいと思います。DIY で、整備というかこう電圧を測ったりするときはこういう何ですかね、検電のテスターみたいなのがありますね。この先に当てるとここが光って電気が来ているという、こういうテスターもあるんですけれども、まあ、簡易テスターは簡易テスターで全然使えるんですけれども、まあ、僕らはやっぱりどっちかというとこういう、サーキットテスターっていうんですか、数値が出る、こういうテスターを使います。で、まあ、これの使い方と、あると便利な測定に便利な道具もいくつか紹介していきたいと思います。はい、それではまずテスターの種類から紹介したいと思います。こちらが、この針がついている、これがアナログのテスターです。この名前の通り電圧を読み取るときはこの針の触れを見てですね読み取るんですけれども、まあ、こういうアナログテスター、まあ、これが一つあるのと、これですね、デジタルテスター、このように、数字がダイレクトに出てきてですね、まあ直感的に読み取れる、レンジ調整も自動でやってくれるんで、まあ、すごく手っ取り早く測定しやすい、これがデジタルテスターになります。で、まあ、これが検電のテスターですね。こう電圧来てるところに当てて、電気が来てたらライトが光るという、まあ、これは簡単な、テスターです。これはですね、電圧の数値の測定はできないですね。電気が来ているかどうかだけ、見るためのテスターになります。これも非常に安くて手軽に電圧測定できるんで、まあ、DIY でされている方はもう全然これで十分な場合もあります。ですがやっぱり私たちはこういう、数値の出るサーキットテスターを使っていきます。で、アナログとデジタル、両方あるんですけれども、それぞれ、特徴が違います。アナログはですね、見ての通り針の触れで電圧を見ますので、なんていうんですかね、電圧の変化を簡単に読み取りやすい、変化を読み取りやすいのがアナログテスターになります。で、ただ注意したいのがこうレンジですね。レンジをしっかり合わせないと、例えばオーバーレンジ、外れたレンジで測定してしまうとテスターを壊してしまうという、まあ、こういうリスクがありますので、きちんと取り扱いはきちんとしないと壊してしまいます。なので取り扱い注意のテスターになりますね。はい、でこちらがデジタルのテスター。これもその通り数字がデジタルで出るんですけれども、これはですね、レンジを合わせなくてもこの機械が勝手に合わせてくれます、調整してくれます。なのでこうレンジをミスってテスターを壊してしまうということは、まあ、ほぼありえないです。ありえないですし、数値読み取るのも非常に楽なんですね。メモリを読み取るんじゃなくて、こう直感的なこのデジタルの数字が出るんで非常に楽です。なのでもう最近はもうこのデジタルテスター、こちらばっかり使いますね。まあ、ほとんどこれしか使わないです。なので基本的にデジタルテスターさえあればいいかなという感じです。アナログテスターも、まあ、使わないことないですけれども、このデジタルテスターがあれば、不便はありませんね。なので最近もデジタルテスターばっかり使ってます。はい、でテスターの使い方なんですけれども、これ特に難しくなくてですね、小学校中学校で習ったような、まあ、理科の授業で習ったようなことができれば十分自動車の修理には使えます。なんで、まあ、ちょっと割愛しますけども、黒はマイナスに当てて、で赤はプラスに当てて、測定したい箇所ですね当てて、まあ、電圧なので並列につなげて測定すると、まあそんだけですね。まあ簡単に言えば車でしたらバッテリーのマイナスとか、ボディアース、そちらにつなげる、まあこれがボディアースとしたらそちらにつなげる、黒をで、この赤をこう測定したい端子に当てて電圧を測る。はい、これがですね電圧測定の一連の流れになります。で、まあこれはこれとしてですね、僕が普段使っているそのテスターを使う際にあると便利なちょっとツールを紹介したいと思います。で、これリード線の先なんですけれども、ここに
測定したい場所を当てて電圧を測定するんですけれども、例えばこういう車ではよく使われているこういうコネクタに来ている電圧を測定したいなと思うときは、まあ、大体コネクタって刺さってますんで、この刺さったこの裏っていうんですかね、この部分で大体電圧を測定したいっていう場合があります。でその時このリード線の先入りにくい場合があります。当てにくい場合がありますね。でそういう時とか、エンジンルーム内に使われているこれ防水コネクタの場合はここにですね、あのゴムがついてですね、このリード線の先が当たらないっていう、そういうことがありますので、そういった場合、あると便利な道具があります。これになりますね。ちょっと、ね、延長さすんですけども、ちょっと蓋外しますと、こういう細い測定端子が、針のような測定端子があります。ちょっと見えるかな。はい、これが結構役に立ちます。でリード線の先にこうやって延長させるんですけれども、こうやって延長させるとここで測定することができます。この針の先で。でこんだけ細いとですね、こうカプラーの裏の狭い場所でもこうやって、端子を当てれると、測定したい箇所に当てれるということができます。で防水コネクタのようにここを塞がれていてもですね、こう隙間を縫って刺せば電圧を測定することができます。なのでちょっと車の電圧測定とか修理で使いたい場合は、この、測定の針、延長させる針の測定端子、これはもう必須というかかなり便利です。僕は絶対これは必要ですね。で毎回使います、これは。これが一つ、いるなっていうのと、あとこのワニ口ですね。ワニ口、これもですね、リード線の端子の先にこうやって刺して、で延長させて使うんですけれども、まあ、これは何が便利かと言いますと、こうやってずっと当てて測定したい箇所にこうやって当て続けなくてもいいんですね。例えばここの電圧を測りたいなと思ってリード線当て続けてもいいんですけども、当て続けてしまうと、手が塞がっちゃうんで、まあそれを鬱陶しいなという時はですね、こうやって挟んでおけば、測定するのも楽ですね。手が離れるんで。でこの離れた手でテスターを持って読むこともできますし、値をね、電圧の値を読むこともできますんで、これは結構便利です。まあ、僕が使う延長の端子はこれ2つかな。これが一番よく使いますね。あのマグネットタイプのもあるんですけれども、なんか僕はあんまり使わなかったですね、これは。それとですね、電圧測定するためにはアースを絶対どっかで取らないといけないんですけれども、それを簡単に取り出す道具です。これなんですけれども、これですね、シガーからアースを取る道具です。まあ、これ僕はちょっとこうシガーのプラグの電源を改造したんですけれども、この真ん中を見ていただくと、この先の端子があえて外してあります。でシガーのこの外側っていうかな、この側はですねマイナスなので、そこだけこうやって当てれるように、つまりシガーからマイナスだけ取る端子なんですね、これは。でまあ、シガーついてない車って、まあ、なかなかないんで、アース取りたいときはこれをシガーライターに挿しておいて、シガーのソケットですね、シガーソケットに挿しておけばもうここでアースができるんですね。まあ、これ結構便利というか、いちいちアースどこで取ろうかなって悩まなくて もうシガーにとりあえず挿して、はいこれアースって、ここアースですっていうふうに、もう作業を早めるためにこんな感じのを作りました。これも便利ですね。あの作業が早くなります。はい、こんな感じですね。今、自動車を修理するにあたってテスターで必要な便利なツール、この3点紹介させていただきました。はい、でテスターで、まあ、測定する方法は以上なんですけれども、まあ、もし自分でいろいろ測定するとか DIY でまあ、伝送品をつけたいときに電源取り出すときとか、まあいろいろそういうときにテスターというのを使うと思うんですけれども、まあ一つ注意点というか、まあなかなかないと思うんですけれども、このテスターを使って
エアバッグの抵抗値を測定するのは、絶対やめた方がいいです。なぜかと言いますと、テスターを使ってエアバッグの測定を、した瞬間にですね、エアバッグが展開する恐れがありますので、まあ、それだけは絶対しないように、まあ、なかなかそういう機会ないと思うんですけれどもね、はい。まあ、なんで展開するかと言いますと、こう測定を測ると言いますと、何をしているかというと、テスターで測定を測るということは、ここからですね、電圧が出るんですね。電圧が出て、電圧を出してテスターが抵抗値を測るんですね。なのでここから出る電圧がエアバッグに当たってしまうと、エアバッグの作動の電圧、と間違えてしまってですね、エアバッグがで展開してしまうと、エアバッグがバコンと開いてしまうと、そういう恐れがありますので、もうエアバッグ関連はテスターで測定しないでください。はい、危ないので、非常に危険なので、エアバッグはテスターで測定しないと、抵抗値ですね、抵抗値は測定しないということだけ注意点として覚えてください。で、まあ、こうやって今まで言ってきましたけども、こう電気関係というのはやっぱり一つ間違えれば結構大きなアクシデントを生むことがあります。車でもバッテリーのプラスマイナス間違えただけでも結構大変なことになりますよね。なのでやっぱり電気は、まあ、基礎的な知識がある方だけなるべくいじってほしいと思います。で、まあ、あんまり不安があるのであれば、よく知っている人に教えてもらうとか、むやみに手を出さないとか、まあ、そうしてもらう方が賢明だと思います。まあ、といってもそんなに難しいことはなくて、小中学校で習うような理科の、レベルの、ことをしているだけなので、そこまで難しくないんですけれども、不安がある場合はもうむやみに触らない方がいいと思います。はい、というわけで、今回ですね、簡単に、テスターの紹介をテスターの使用方法を紹介させていただきました。はい、というわけで今回は、このテスター、主にデジタルテスターの使い方を中心に紹介をさせていただきました。で、まあ、自動車整備するにあたっては検電のテスターでもいいんですけれども、本格的にいろいろ点検したいのであれば一つテスターを持っていただくと、便利だと思います。で、ちなみに僕が使っているのはこのカイセっていう、カイセでいいのかなっていうメーカーのテスターを使っています。多分6000円ぐらいかな、6、7000円ぐらいのテスターです。そこまでこれが高いのか安いのか、ちょっと僕も、相場がいまいちわからないんですけれども、こんな感じのテスターを使っています。はい、ということで、テスターを使ってですね、自動車修理にいろいろ役立ててください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録と新着動画の情報を知りたい方は、ベルボタンを押して通知設定をオンにしてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。